あの日からちょうど、12年目、干支が一回りした、3月11日、今、朝の、5時14分なんですが、今から1分弱ぐらい前に、直下型の縦揺れがありました。本当にこの真下に近い感じの印象だったんで、津波の心配はないと思いますが、決して忘れちゃいけない日ですね、今日は。引き続き、気をつけていきたいと思います。